日差しが心地いいずら。春眠暁を覚えずだね。ポカポカして気持ちいいね。海も眠くなってきちゃった。二人ともこれから練習でしょ。そろそろ着替えて。よしこちゃんも机の上に打点しちゃうといいずら。あったかくて気持ちいいよ。なんなのよ、机の上に打点って。意味わかんないわよ。花丸ちゃんもよしこちゃんも楽しそう。春っていいね。あったかくてうとうとしてる時間もとっても気持ちがいいもんね。穏やかな気持ちになれるわよね。さあそろそろ練習を開始しますわよ。皆さん着替えて準備。いいですわね。そうそう、日が高いうちに走りに行かないとね。あれ、そういえばマリは。皆さん、ビッグなニュースがあります。マリちゃん。こんなことするのはマリだけだよね。でもわざわざ校内放送を使うなんて何事ですの。声の感じからするといいニュースみたいだけど。我が校のスクールアイドル、アクアがスクールアイドルサマーライブに招待されました。ねえねえマリちゃん、アクアがスクールアイドルサマーライブに招待されたってどういうこと。私たち何も聞いてなかったけど。私もさっき聞いたの。嬉しくって早くみんなに知ってほしくてお知らせしちゃった。物事には順序がありますわ。突然校内放送で発表されて口から心臓が飛び出るかと思いましたわ。そんなに驚いてるようには見えなかったけど。ところでスクールアイドルサマーライブってなんずら。人気のスクールアイドルが招待されるライブイベントだよ、花丸ちゃん。それじゃあアクアが招待されたってことは、つまり人気のスクールアイドルって認めてもらえたってこと。これはすっごく気合入っちゃうよ。応援してくれる人もどんどん増えてるし、もっともっとアクアらしいパフォーマンスを披露したいね。オフコース、私たちのパワーアップした姿を応援してくれるみんなに見てもらいましょう。でもパワーアップした姿ってどうやって見せたらいいずら。決まってるじゃない、打点しアイドルとして全員が片翼の翼を背負うのよ。よしこちゃんがプロデュースした情熱の打点しライブだね。灼熱の地獄に落ちちゃいそう。急ぐことはありませんわ。この機会ですし、今までで一番のライブにすべく準備しましょう。よしこちゃんの意見も面白いけど、みんなの意見をじっくり聞いて決めるのがいいんじゃないかな。そっか、そうだよね。9人もいるんだし、みんなの意見を出し合って最高の準備ができたらいいよね。じゃあルビーから質問いいかな。ドーンとぶつけてもらって構わないずら。この際ですわ、何でも聞いてください。さあルビー。あの今までで一番お気に入りの衣装って何かなって思って、新しい衣装作りに反映したくて。私とルビーちゃんはいつもみんなのこと考えて作ってるけど、もっとみんなを笑顔にしたいなって。どの衣装もとっても好きなんだけど、私は天使をイメージした衣装がお気に入りかな。リコちゃん、あれとっても似合ってたよね。うんうん、最初見た時本物の天使が舞い降りたのかもってほっぺたつねっちゃった。私は巫女さんをイメージした衣装ですわ。日本舞踊の舞台を思い出して凛とした気持ちになりましたもの。お姉ちゃん、あれ絶対似合うと思ってたから、一番って言ってもらえてルビーとっても嬉しいな。私はバレンタインのとびきりスウィートな衣装で決まりね。食べたくなっちゃうくらいキュートだったわ。みんなお人形さんみたいで可愛かったよね。昔の貴族の人ってあんな感じだったのかな。確かに貴族がお城の庭園でティーパーティーをやっているようなゴージャスな衣装だったわよね。ティーパーティーといえば、私は不思議の国のイメージの衣装が一番のお気に入りなんだ。
ウサギさんの耳がポイントだったんだよね。ようちゃんのウサ耳とってもよく似合ってたよね。あの衣装のみんなも可愛かったな。ヨハネはハロウィンをイメージした衣装ね。漆黒の夜に降臨する堕天使にリトルデーモンたちの視線も釘付けだったわ。ヨシコちゃんはやっぱり堕天使っぽい衣装が似合うずら。うんうん、さすがの着こなしだったよね。堕天使になりきってたって感じで。なりきってたんじゃなくて、ヨハネはもともと堕天使なの。決めたわ。今度の衣装は堕天使ヨハネ with 地獄の猛獣スペシャルで行くわよ。地獄の猛獣スペシャル、それって私たちが猛獣になるってこと？地獄の猛獣って犬とか竜とかワシとかライオンズラ？ヨシコちゃん以外着ぐるみになっちゃうズラ。堕天使ライブ的には正解なのかもしれないけど、盛り上がるかな。猛獣使いがいればいいのかも。ほら、サーカスのピエロさんをイメージした衣装、ルビーの一番のお気に入りで、また着たいなって思ってたし。それでもほとんど全員が着ぐるみだなんて、ちょっと奇抜すぎますわ。ヨシコのアイディアはハロウィンの方が似合いそうよね。でもみんなの衣装の話を振り返るのって楽しいね。今度のライブの衣装もみんなのお気に入りの衣装になったら嬉しいな。うん、アクアらしいパフォーマンスにぴったりな衣装にしたいね。せっかく招待してもらったライブだから、新曲を披露してみんなを驚かせちゃおうよ。いいと思う。みんなと話してて新曲のイメージがつかめた気がするの。新曲を披露するならそのイメージに合わせて準備を進めるのが良さそうですわね。どんなイメージの曲ですの？アクアのみんなとスクールアイドルをやっていて、毎日とっても楽しいから、聴いた人が思わず笑顔になっちゃうような曲にしたいなって。さすがリコちゃん、私もみんなが元気になるような歌詞を作るね。ステージのパフォーマンスもとってもエキサイティングでシャイニーなものにしちゃいましょう。みんなの話を聞いてたらなんだかインスピレーションが湧いてきたかも。ルビーも早くみんなの衣装が作りたくなっちゃった。よーし、みんなで力を合わせて最高のパフォーマンスを披露しようね。ストーリーを選んでくれるかしら。